イヴァイロストイメノフ・ヨルダノフは、ブルガリア・サモコフ出身の元サッカー選手。元ブルガリア代表。現役時代のポジションはフォワード及び、攻撃的ミッドフィルダーキャリアの半分近くとなる重機を、スポルティング CP で過ごし、公式戦で250試合以上に出場、2つの主要タイトルを獲得した。代表では9年にわたり招集され、2度のフィファ。 ワールドカップと UEFA 欧州選手権に一度出場した。サモコフに生まれたヨルダノフは15歳の時に地元の PFC リルスキスポルティストサモコフでプロキャリアを始め1989年に FC ロコモティフゴルナオリャホビツァへ移籍した。ロコモティフゴーでの2期の在籍では最後の年となった1990から91シーズンでチームは9位だったものの 個人としては21得点を挙げ得点王に輝いた。同胞であり、ロコモティフ号でヨルダノフの前任者として活躍していた、ボンチョ・ゲンチェフと共に1991から92シーズンにポルトガル一部の競合スポルティング CP と契約を締結した。ここでは、同僚の負傷により緊急でセンターバックを務めたことも含めて様々なポジションでプレーすることになった。 1999から2000シーズンにクラブはリーグタイトルを獲得したもののヨルダノフは負傷の影響から11試合1得点の出場に止まり翌2001年に定期的な負傷や多発性硬化症が原因により現役引退を余儀なくされた引退後はスポルティング CP の下部組織を指導するためにそのままクラブに残留した2010年6月7日から アンヘル・チェルベンコフ監督率いるリテックス・ロベチのスカウト部門のスタッフとして加入した。ブルガリア代表として51試合4ゴールを記録し、1994FIFA ワールドカップと 1998FIFA ワールドカップの2大会で7試合に出場した。1994年大会ベスト16のメキシコ戦ではトリフォン・イバノフが累積警告により出場停止、 ニコライ・リエフが負傷したことから守備的ミッドフィルダーを務めることになった。同試合はフリスト・ストイチコフが先制点を挙げ、後に1から1に追いつかれたものの PK 戦の末に勝利している。u e f a ユーロ9 6ではグループリーグ全3試合中前試合に出場したが、チームはグループリーグで敗退した。アンラッキーセブン、イデノーフシーズホープフォー,フォーブルガリア。 ありがとうございます。